サミュエル・ケルビン・ペラルタ捜査は、ドミニカ共和国サンペドロ・デ・マコリス州、サンペドロ・デ・マコリス出身の元プロ野球選手、右翼手。右投げ右打ち。ニックネームは、スラミン・サミー。アメリカ合衆国外出身選手として2番目に多い、本塁打記録を持つ。貧しい家庭に育ち、7歳の時に、父親が42歳で死去した。 オレンジジュースの販売や靴磨きで生形を助け、木の枝をバット代わりにし牛乳の紙パックをグラブ代わりに野球をしていた。1985年7月30日、ドラフト外でテキサスレンジャーズと契約。1989年6月16日のヤンキース戦でメジャーデビュー。1989年7月29日、シカゴホワイトソックスへトレードで移籍。 1990年は153試合に出場して、リーグ7位の32盗塁を記録し、2塁打、3塁打、本塁打、盗塁の4つの部門で、リーグで唯一となる2桁以上の成績を残した。しかし打率は、233と低く、リーグで4番目に多い1 5 3三を記録した。1991年は開幕戦で日本塁打後、打点の活躍も、その後は、 打率が2割で推移し、不振のためシーズン途中マイナーに降格した。1992年3月30日に、ジョージベルトのトレードで、ケンパターソンと共にシカゴカブスへ移籍した。1992年は故障者リスト入りしたため67試合の出場にとどまった。1993年は33本類が36盗塁で、 球団史上初めて30から30を達成し、6月30日から7月2日にかけて9打席連続安打を放ち球団体記録となり、9月29日には1試合4盗塁で球団体記録となった。1994年は打率。300.25本塁が70打点とビルバックナー以来13年ぶりにチーム3冠を達成した。 1995年は36本類が34盗塁で再び30から30を達成した。オールスターに初めて選出され、シルバースラッガー賞を初受賞した。1996年は8月20日に支給を受け、この試合を最後にシーズンを終えてしまった。本類打数は40をマークし、5月16日のアストロズ戦では1イニングに本類打と、 球団史上初の快挙を達成した。7月には打率358.10本塁が29打点の活躍でプレイヤー・オブ・ザ・マンスを初めて受賞した。1997年は全162試合に出場して球団記録を更新する174三振。 この年1998年から4年総額4250万ドルで契約延長した。カブス時代の捜査1998年、マーク・マグワイアとシーズン最多本類打記録争いを繰り広げ、共にロジャー・マリスが1961年に記録した年間最多本類打記録61を破り、最終的に捜査が66本、マグワイアが70本を記録した。 5月24日時点で、捜査の本類打数は9でマグワイアに対し15本も差があったが、翌日からの30日間に21本類打を放ち、6月には月間新記録となる20本類打を記録した。9月13日にマグワイアに5日遅れで、マリスの記録を上回り、9月23日にシーズン11回目となる複数本類打を放ち、 ハンク・グリーンバーグのメジャー記録に60年ぶりに並んだ。本塁打王になれなかったが、158打点で打点王。塁打数はリーグ最多の416を記録した。これは1948年にスタン・ミュージアルが429塁打を記録して以降最多である。チームのワイルドカードでのプレイオフ進出に貢献し、 MVP の投票で32票中30票の1秒を集め MVP を受賞した。1998年、1999年、2001年の3シーズンに60本類打以上をマークしたがいずれのシーズンも本類打王のタイトルを獲得していない。しかし2000年と2002年の2回本類打王となっている。 1999年に制定されたハンクアーロン賞の初代受賞者となっている。2000年の本類打競争では、ケン・グリフィー・ジュニアを破りチャンピオンになっている。2001年史上初めて3回目の60本類打を達成し、2回目の MVP を受賞した。425類打、103長打、長打率。 737はいずれも1930年に、ハック・ウィルソンが記録した423塁打、97長打、長打率、723を上回る、球団新記録となった。球団とは2002年から4年総額7200万ドルで、契約延長した。2003年4月4日、500本塁打を達成。6月3日、当時の本拠地シカゴで行われた。 デビルレーズ戦で折れたバットの中から使用禁止されているコルクが入っているのが見つかった。捜査は出身のティム・マクレランドから退場処分を受け、後にさらに7試合の出場停止処分が下された。発覚後、ESPN 等のスポーツ紙は19、1919年のブラックソックス事件に関わる有名なフレーズをもじって、セイ・イット・エイント捜査という見出しをつけこの事件を報じた。 本人は試合前の打撃練習のエキシビジョンで使用するためのものを誤って使用したと弁明している。スプリングトレーニングの操作2005年2月2日にマイク・フォンテのジェリー・ヘアストンに加えマイナーリーガー1名プラス金銭とのトレードでボルチモア・オリオールズに移籍した。オリオールズにはラファエル・パルメーロが在籍していた試し場初めて500本塁打コンビとなった。 しかしシーズンでは14本類が45打点と1992年以来の低水準だった。2005年末に FA 申請したものの2006年シーズンが始まっても所属チームが決まらず通算600本類打を目前にしながら挙手が注目されていたところワシントンナショナルズから50万ドルでのメジャー契約が提示されたものの拒否。 事実上の引退状態となっていたが、2006年7月、シカゴ地元市に2007年シーズンからの復帰の意向を明らかにし、シーズンオフにはトレーニングと並行して各球団との交渉を行った。2007年1月17日に、古巣であるレンジャーズとのマイナー契約に基本合意。キャンプでのメジャー復帰を目指していたが、オープン戦ではブランクを感じさせないぶりで、 メジャー契約に切り替えとなり、開幕メジャーの25人枠入りも果たした。2007年4月26日にジェイコブスフィールドで行われたクリーブランド・インディアンズ戦で通算44、9場目となる本塁打を放ち、フレッド・マグリフとケングリフィー・ジュニアの持つメジャーリーグ記録を更新した。4月は7本塁打の量産ぶりも、5月以降は一点沈黙。 足踏み状態が続いていたが、6月20日のフルス・カブス戦で、メジャー史上5人目の通算6 0 5本塁打となる、今季第12号を放ち、地元テキサスのファンは大歓声で祝福した。その記念ボールは、同チームの打つか秋投手がブルペンでキャッチ、その後ボールは、操作の手に渡った。シーズン後半戦は、欠場勝ちとなったが、114試合の出場ながら、 21HR、21 92打点とまずまずの成績で、なお一戦で活躍できることを示し、翌年以降の現役続行を表明した。ところが、オフのミッチェル報告書に橋を発する大騒動の中で、捜査の薬物疑惑も再燃。同報告書には、名前がなかったものの、司法省の開示資料の中に、捜査の名前があることが報じられた。同年フリーエージェントとなった。 現役引退後は、事前事業などを手掛けている。故郷のドミニカ共和国に、総額120万ドルを投じて、オフィスビル、30から30プラザを設立。市民に対して、食を供給している。また、国を問わず、難病に苦しむ、子供たちの病院を訪れたり、障害者のための基金を運営するなど、様々な事前活動に熱心に取り組んでいる。 2005年3月17日の会員校長会における証言では禁止薬物の使用に関しては全面否定している。しかし2009年6月16日、6年前に実施された名前非公表のドーピング検査で禁止薬物に陽性反応を示していたことがニューヨークタイムズ紙によって報じられた。ありがとうございます。